張った前回はもう私の才能が見つかったっていうような、登れちゃうんだもんだって私だから楽しくて仕方ない。え、目指しましょう。いけるんじゃないかな。じゃあ、みわちゃん先生、今回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前回は本当にびっくりするくらい上手だったし、なんかすごく楽しかったって言ってるのを聞いて、はい、すごく嬉しかったです。あ、今回はもういきなり7級からスタートして6級までチャレンジしてみようかなと思います。でも前回も7級できてますもんね。そうですね、7級から始めてどんどん上を目指していきましょう。行きましょう行きましょう。じゃあ7級から登ってみましょう。はい、この青いのですよね。そうですね。足がな、最初の足乗っけるところがちっちゃすぎるんだよな。1センチもないぐらい。しかもなんか石のばらつきが飛び散ってますね、あちこちに。やってみようか。うわ、早く行かないとこれやばい、落ちる。どこに行ったらいいの、どこに行ったらいいんだこれ。頑張って。お、いいですね。うわ、おお、なんじゃこりゃ。こりゃちょっと難しいかも。7なのに。おお、ね、ここに掴んでもいいんですか。はい、大丈夫ですよ。おお、強い。ナイス、できたよ。できた。ちょっとやっと降りていいのか分かんない。青難しかったこれ。難しいですよね。ナイス。登ってる時に次どれ持とうとか、どうやって動いたらいいかとか迷ってたと思うんですけど、うん、はい、登る前に考えておくのがすごく大事。最初にどうやって登るか考えるのをオブザベーションって言うんですけど。ほう、オブザベーション。持ちやすいのと持ちにくいのとあるじゃないですか。例えばこれとかだったら見るからに薄くて指が入らないなっていうのがあると思うんで、最初スタートした時これ持とうとしてたけど持てなくてこっちに行きましたよね。はい、それを最初からこれ行ってればもうちょっと楽に。なるほど。オフィーさんが苦労してたのが、ここに右足乗っていきなりここに上げてたんですよ。そう、そこが難しかった。右足と左足の差が開きすぎてて、こっから体上げていくのってすごい辛いんですよ。辛かったです。なんでそっち側から行けばよかったんだ。そう、ちょっとずつ右足上げて、うん、次左足上げて感じで、ちょっとずつ足上げていくと楽に行けます。あ、理解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 持つ場所でこんなに変わるんだ、面白い。じゃあ7級登れたんで次6級行ってみますか。はい、行きたい行きたい。6級はこの白いホールドですね。この白いホール、 1,2,3,4,5,6 6塊ぐらいしかないけどホールドが持ちにくかったり、すごい距離が遠かったりして、だんだん難しくなってきます。じゃあ行ってきます。はい、頑張って。うわ、これ掴めないって。うわうわ、落ちそう。こうしてちょっと遠くない？どう、遠くていけないかも。え、頑張った。終わった。これ私できないどうやってもできない。これはスローパーっていうホールドです。え、何回あるんだ。グッと、さっきの7級とかだとガバって持ってる、これはガバっていうホールド。ガバと持てるとこから来てるんですか。そうですね、足で使ったのはカチですね。あ、可愛い名前つけた人の思考変える。まあ、ガバとかカチはこう指で引っ掛けるように持つんですけど、うん、スローパーは手全体で持ってギュッと押さえる、こう摩擦力を生かして持つっていう。摩擦で掴まれる人ってえ、難しすぎない？6級急に摩擦を感じて。体を上げた方がいいかもしれない。体を上げる。はい。え、体を上げるってどういうことですか真上に行きたいんですけど、一旦こっちに行って、これを押す感じでグーって立ち上がる。え、怖っ。そうすると足上がるんで、それが持てます。あ、
壁は触ってもいいんですか？あ、壁は触って大丈夫です。なるほど。もうすごい難しいです。こうして、うん、でまずそう右に動いて、そう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 、あ、うまい。で、どうなったっけ？左足。左どこにいる？膝ら辺にあります。どうやって登ればいいの？いやー、そうそうそう、怖い。そう、それで左手パッて叩きます。お、右手が出た。左手取れるよ、そこから、うん、おー、ナイス。で、どうやって？待って、怖い、怖い。あー、おー、上がった。いやだ、怖いよこれ。両手で安定したらゴールなんで、今のだとダメですね。安定しないもん。こっからどうしたらいいっていうのさ。だってこんなそっちに行けない。やだ、怖い。でも、いやー、いや、はい、はい、できました。はい、ナイス。降りれない、下に。あの右下に黒いのあるの分かります？これですか？そう、それだと降りやすいんで、そっから一旦休憩しよう。休憩できてるの？疲れた。お疲れ様。怖かった。すごい白くなってる。なんで？壁とかフォルトとかにチョークがついてるのが。チョークか。あ、染めたのかと思った。この最初の動きをあの言ったらその通りにすぐできるし、一回つまずいてもそこからいろいろな動きを試してなんとか登り切ろうっていうところがすごいなと思いました。なんか落ちないぞっていう気持ちが伝わってきました。よく頑張った。頑張った。うん、偉い偉い。指逆に折れそう。手にも力が。大丈夫。変だから向きが変わりやすいんだ。そうです。信じてあげて、この子を。はい。